ノーベル賞受賞の中村教授の怒りを無視、発明は企業のもの。ノーベル賞を受賞した中村教授、アメリカカリフォルニア大サンタバーバラ校教授は、2001年、青色 LED の開発の対価は、2万円だった。信じられない。中村教授は、会社を相手に提訴。8億4000万円で和解したが、これだって少ない。だから、中村教授は日本を離れ、アメリカ籍を取得。日本政府に対する怒りを表現した。日本の政府が法案を変更する。発明の対価について、社員のものから、企業のものにする。優秀な科学者は、日本から逃げ出すだろう。科学技術立国は、夢のまた夢の物語になるのでしょうね。安倍首相政府は、職務発明の特許制度を変更する方針を固めちゃった。どうしてでしょうか？経団連などの要望が政府にあったようです。発明の対価、をめぐる企業の訴訟リスクを減らすため。中村修二教授は、呆れているでしょうね。アメリカ国籍を取って、研究を続けて正解だったのである。日本政府は、大企業にべったりの証拠を表明したのだ。発明の対価は個人に帰する、という、ノーベル賞受賞者の言葉を全く無視したのだ。中村修二教授によって、職務発明の特許を、社員のもの、になってわずか数年、ノーベル賞が機会となって、企業のもの、に変更されるのは、皮肉なこととなってしまった。